旅行第42潜水艦は、日本海軍の潜水艦。旅35型潜水艦の8番艦。1941年の昭和16年度計画により、1942年4月27日、佐世保海軍交渉で寄港。1942年10月25日浸水。1943年8月31日に、巡航し、二島潜水艦に類別。 同日、マイズル陳述石となり、訓練部隊である、第1艦隊第11潜水船隊に編入された。11月25日、第11潜水船隊は、第6艦隊所属となる。30日、第34潜水隊に編入。12月4日、両42は、マイズルを出港し、12日に、トラックに到着。23日、トラックを出港し、 エスピリトサント島周辺海域に進出。1944年1月4日、南位15度27分統計171度28分、南位15.450度統計171.467度、マイナス -15.450171.467 のエスピリトサント島東方200海里地点付近で、米時総浮きタンク用マイナス -159 を来撃し、撃破。 損傷したようマイナス159は、米軍によって、自沈処分となった。24日、トラックに到着。28日、特設潜水母艦、平安丸に横付けして、魚雷の補給を受ける。2月17日、両42は、トラック島空襲により来襲した、米機動部隊の迎撃のためトラックを出港。19日に、トラックに戻った。25日、両42は、 トラックを出港し、草い島東方棄に進出。3月1日、クエゼリンを偵察し、その後クエゼリン南東120海立地点付近を紹介する。4日、再度クエゼリンの偵察に向かうが、米軍の紹介機により警戒が厳しく、接近することができなかった。6日0800、ミレ南西40海立地点付近で輸送船6隻からなる輸送船団を発見。 15日朝、ミレ南西70海里地点付近で、戦艦一、空母5隻の機動部隊を発見。16日、西北西200里離れた地点に移動。18日、西方に80海里離れた地点に移動。21日、ポナペ南方240海里地点付近で輸送船3隻からなる輸送船団を発見。23日には、イ32が発見した。 米機動部隊の捜索に向かう。28日、トラックに到着。4月12日、両42は、トラックを出港し、カビエン北方沖で発見された、米機動部隊の迎撃に向かった。14日、トラックに到着。17日、トラックは B-24 の空襲を受ける。両44は、空襲を回避するため先行するも、同じく先行した。 両44と接触事故を起こしたため損傷。23日、トラックを出港し、30日に横須賀に到着。5月15日、両42は横須賀を出港し、マジロの偵察の後は合作戦のためクエゼリンボク、北東沖に進出する予定だったが、メジロの偵察は延期となったため直接紹介区域に向かった。10日。 マジロとクエゼリンを偵察するよう命令を受けるが、この時に命令を受け取った反応を最後に、消息不明。アメリカ側記録によると、6月10日2330、クエゼリン北東沖で、米護衛駆逐艦、バンガストが船をレーダー探知。確認に向かったところ、間もなく浮上している潜水艦を発見。発行信号で応答を求めたところ、潜水艦は、 急速先行していった。それから8時間ほど、バンガストは現場海域に留まり潜水艦を捜索した。その結果、翌11日に先行中の潜水艦をソナー探知。バンガストはヘッジホックを24発ずつ合計4回投下した。4回目の攻撃を行った後、水中で大爆発音を聴取した。その爆発は凄まじく、 バンガストの船体のつなぎ目に亀裂が入るほどだった。その後潜水艦の浮上しようとする音が聞こえたが、間もなく見失った。午前中には、大きな重油の帯が現場海域を漂っていた。これが旅42の最後の瞬間であり、第34潜水隊司令、山田隆大佐、艦長の工藤義之助隊以下乗員73名、全員戦死。沈没地点は、 ロイコールナムル島東方40階日点付近、北緯10度05分統計168度22分、北緯10.083度統計168.367度、10.083168.367。7月12日、サイパン方面で防出と認定され、8月10日に除籍された。撃沈総数は一隻で、撃沈トン数は800トンである。 ありがとうございます。